自由が丘建築は、かつて、東京都目黒区自由が丘に存在した、東京急行電鉄の車両基地、自由が丘駅に近接しており、東急大井町線を管轄していた。廃止後、跡地には、東急グループの商業施設、トレインチ自由が丘が建設された。当基地の設立当時、大井町線の列車はに3両の短編成であり、 かつ編成の増解決が容易な両運転台車が多かったため、研修庫と有効庁の短い留置線を複数有しており、小規模ながら検尺としての定裁を有していた。その後編成長が長くなるにつれて、有効町確保のために留置線の本数が減少してゆき、余剰地は駐車場などに転用されていった。そして、大井町線の車両が20メートル車の五両編成に、 統一されると留置線は3本となり、有効調確保のための策として、新品といえる2本ずつ重なったトングレールを持つサエグサ分岐器が設置された。これは踏切に隣接した観察容易な場所ゆえ、鉄道ファンの注目を集めていた。自由が丘検釈にあったサエグサ分岐器1988年12月設置工事中の 様子1966年、田園都市線の延伸に伴い、建築機能が、詐欺沼建築に移転し、自由が丘建築は廃止され、自由が丘車庫と解消する。さらに1979年、詐欺沼建築が長津田へ移転して、長津田建築となり、自由が丘車庫は、長津田建築の管轄となった。車庫となってからも、大井町専用車両が留置されていたが、 2005年10月には3本のうち2本が撤去され、同時に特徴だった、サイグサ分機器もなくなった。留置線撤去の理由は、2008年3月に、休校運転実施に関連して実施された6両編成化などによる、自由が丘駅のホーム有効長確保のためとされている。なお、当地に留置不能となった2本の編成は、田園都市線かじが駅の引き上げ線と溝の口駅、 4番線への留置に変更された。2006年10月、自由が丘車庫の跡地に商業施設、トレインチ自由が丘がオープンした。2007年11月15日をもって留置線は一旦廃止されたが、2009年に留置線一線の使用が再開され、5両編成1本を留置する。ありがとうございます。